サルバドール・カバニャス・オルテガは、パラグアイアスンシオン出身の元サッカー選手。元パラグアイ代表である。現役時代のポジションは FW。2003年に、チリのアウダックス・イタリアーノから、メキシコのチアパス FC に移籍した。2003年期リーグでは18試合に出場して5得点だったが、2004後期リーグでは15得点を挙げた。その後も8得点、8得点。 9得点と安定した成績を残した。2006後期リーグでは14得点を挙げ、得点王に輝いた。2006年、クラブアメリカに移籍した。2007年のコパリベルタドーレスでは10得点で、得点王を獲得するなど、2007年には計33得点を挙げた。パラグアイ最優秀選手賞、南米年間最優秀選手にも輝いた。 2008年のコパリベルタドーレスでは8得点を挙げ、2度目の得点王に輝いた。2009年1月18日のサントスラグーナ戦の2得点で、メキシコリーグ通算100得点を達成した。2010年1月25日、夫人と共にメキシコシティのレストランバーに訪れたカバニャスは、トイレ内で額に22口径の銃弾を浴びた。犯人がカバニャスと口論になり、 カバニャスが打てるものなら打ってみろと挑発したという従業員の証言もあるが何かを目的とした吸収の可能性もあるという危険な状態が続いたが28日には夫人の手を握り返し30日には言葉を話し31日には食事を取れるまで回復した2010年3月19日にはリハビリのためにアルゼンチンを訪れた 2011年2月には母国のクラブリベルタで練習を再開し、2011年8月10日にはメキシコシティのエスタディオアステカで行われたクラブアメリカ対パラグアイ代表の親善試合に出場した。カバニャスはこの試合の前半はクラブアメリカの選手として、後半はパラグアイ代表の選手としてプレーした。2011年10月には パラグアイ代表の練習に参加するなどして、モチベーションを維持し、2012年1月には、医師から現役復帰の許可を受けて、古巣の土世でブレと1年契約を交わした。ありがとうございます。